こんにちは。守護スピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。守護スピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマはスピ的な悟りのレッスンその2ということでお送りしたいと思います。まあ何日か前にですね、スピリチュアル的な悟りのレッスンその1ということで話したその続編的な話になるんですけど、まあ前回は悟りとは何かっていう基本的なまあ解説から入って、でまあその悟りっていうものをまあ明らかね、悟りっていうものに近づいていくためにまず最初何があるのかと、何をすべきなのかというまあレッスン的な意味合いでね、何をしていったらいいかっていうことで、まあ、前回は理解することということがまあ大事ですよと、ね。悟りとは要するによく分かってない状態が、悟ってない状態というのがよく分からない状態で、悟りとはいろんなものが分かってきている状態でありますよと。まあ、よく分かってない状態のことを悟りでは無量、無明という呼ぶんですけども、明らかでないと書くわけですけどもね。明らかでないことが無明なんで、まずいろんなことを明らかにしていきましょうよと。つまりいろんな身近にあることを分かってないようなことを分かるようにしていきましょうと、理解を深めていきましょうと、これがまあ一つの、まあ、悟りの一番シンプルなレッスンですよというのが前回のお話があったわけなんですけど、まあその第2弾ということで、今回はですね、まあいろんなことを知っていくことが大事だということはお話ししたんですけど、その中で最も我々が知っているようで知ってないものがありまして、それは何かというとやっぱ自分自身なんですね。自分のことは一番自分がよく知ってるっていうふうに皆さん思いますよね。誰でもそう思ってるんですけども、実は自分のことって一番身近すぎてよく分かってなかったりするんですね。なんとなく自分というものはまあ存在するとあるというふうにね思ってるんですけども、じゃあその自分とは何なのかって言った時にいまいちよく分からってないというね。ここで言う分かってないというのは、まあ自分とは何かといった時のに、例えば出身地を説明したりとかね、長野県出身ですとか、東京生まれですとかね、まあそういう出身地を言ったりとか、なんとかかんとか小学校を卒業しましたとかね、そういった経歴みたいなことを言ったりするわけですけども、まあそれも一つの自分に対する属性情報ではあるんですけど、じゃあそれが自分なのかっていうと、それはまあ自分の属性情報の説明に過ぎないわけですね。自分とは何かっていうことを自覚的に知るっていう体験をしていくことが、まあ悟りっていうことに近づいていく結構重要なファクターの一つだと思うんですね。だから自分のことがわからないと、ね、世の中のことを一つ一つ理解していっても、その理解している自分とは何者なのかということを知らないとダメってことなんですね。じゃあどうやったら知っていくことができるかというと、まず自分とは何かということをまず構成的に考えてみましょうと。自分というものがどういうふうに構成されているのかという話です。私たちはですね、まあ、スピリチュアル的に見るとまあ自我というものがあって、ね、自我意識と呼んでますけども、まあ、自我意識というものが私たちが自分であるというふうに認識している、まあ、本体なんですけど、この自我意識というものをさらに分解していくと、一つにはまあ意志というものがあります。何かをしようとかね、意志というものがありますね。まあこれは自我意識というまあ範囲で言うと意志だし、まあ、スピリチュアル的な深いところのもう発端となってるね、衝動とかその方向性を決めているものは魂というものがあってね、まあそれを意志と主体的意志のある魂というふうに言ったりするんですけど、まあここで言う意志というのはもうちょっとフラットでよくて、まあ我々が何かをしようと思ったりすることがまあ意志ですよね。意志があるのは自分です。意志が自分の一部です。でもう一つはイメージだったり念と呼ばれているものなんですね。これは何かというと、何だか思いってあるじゃないですか。こう何か例えば我々が意思をするときに、その意思に伴うイメージみたいなものを持ってるわけですね。つまり私たち
自分というものは何らかのイメージをいつも伴ってるんですね。念という言い方をしてもいいですけども、想念とかね、イメージ、我々は 何かしらの想念やイメージを持ってると言えるんですね。でさらにそれに伴い、そのイメージや念というものにリアリティや臨場感というものを持たせる。でこの働きがあるのが、まあ、気と呼ばれているものですね。気っていうのは、まあ、感覚的なものを総称するものなんですけども、つまり意思があり、イメージが伴い、そしてそこに臨場感を伴う気というものがあると。まあこんな感じで単純に言うと、まあ自分というものが構成されていて、まずプラス属性値っていうのがありますね。つまりさっきもちょっと言いましたけども、自分というものを説明するときに、大体私は何々県出身で、なんとかかんとか学校を卒業して、今はなんとかかんとか株式会社に勤めていて、営業部で営業マンやってますとかね、これで全部属性値ですよね。その人自身の問題じゃなくて、その人以外の土地だったりとか学校だったりとか会社だったり、会社のね部署だったり、そこでの役割だったり、役職だったり、そういう肩書きだったりするわけですよね。それは本人自身ではないですよね。本人自身じゃないけども、本人に属性としてくっついているもの、それがあって、まあその人のね、なんですかね、その人の個性とか、その人らしさとか、そういうものがまあ決まってくるわけですよね。だから大体自己紹介っていうとね、大体自分とは関係のない属性値の説明が主になってくるわけですね。好きな食べ物は、何でしょうね、マグロの刺身ですとかね、わかんないけど、マグロの刺身は自分とは関係ないじゃないですか。あるいは趣味はスキーですね。時々冬になると必ずスキー場に行ってね、1週間はもうずっと滑ることにしています、ね、1週間はスキーをやるって、冬になったらね、やるって決めてますとかね。でもスキーもスキー場もスキーをやることも本人とは無関係じゃないですか。こういうのは属性値っていうわけですね。属性値もあって、意思、イメージ、そして気、そして属性値、属性情報といってもいいし、環境、身を置いている環境といってもいいけども、そういうものが自分を構成しているものですよね。だから自分の正体っていうのは、まあこういう構成によって作られている自我なんですけど、じゃあこういう構成でできてるよっていうことを知ったら、次にそれをはっきりと自覚していくっていうプロセスが、まあ、必要になってくるんですけど、まあだいたい私たちの、まあ、その人生でも、ね、日常でも世界でも何でもそうなんですけども、基本は意思がありますと、ね、こうしていこうという意思、意思に伴って気が出てくるんですね。気というのは、まあ、臨場感だったりリアリティ、なんかこうしていくんだと思った瞬間に、なんかそうしていくっていう気が出てきますよね。気持ちというか気というか感覚が、そうするとそれに対するイメージが付随してきます。これは念ですよね。で念が出てくると、今度はそれに対する思考が、なんかそのイメージに対するいろんな思いが思考となって出てくるんですね。この思考というのは言葉で出てくるわけです。こうしたい、ああしたい、あ、今度土曜日に、スキーをやりに行こうとかね。あるいは冬になったら、ね、何月から大体雪が降るから、ああ、なんかウィンタースポーツの季節だなとかね。これ全部言葉じゃないですか、今言ってるのって。最初は言葉にもならない気があり、イメージである念があり、ね、スキー場で滑ってる自分とかね。で、スキーやりたいなっていう言葉が出てくると思考になるわけですね。で、実際に、こうそれを体現していく属性というふうになっていく。実際に冬になったらスキーに行って遊ぶ、ウィンタースポーツを楽しむとか、まあ、ね、いう場合があります。こういう流れですよね。で逆にこの逆パターンもあって、自分が身を置いているのが、例えばなんとなくこうね、まあ就職しなきゃということで就職活動してて、特にそれをやりたいと思ったやったわけじゃないんだけども、まあ、その商社に入ってね、営業部に配属されたと。でこれ属性じゃないですか。だけども、あ、営業部だからね、こうなんかその営業部としてね、商品開発とか、そ そういうものを 発掘したりとか、あるいは取引先を開拓したりとか、ね、販売したりとかしなきゃいけないと考えるわけです。これ思考ですよね。
で、イメージとしてどうしていこうかっていう構想が出てきて、これが念で、やるぞっていう気持ちが出てきて、これが気が、ね、こう固まってきて、で、まあ、こう、自分はね、この商社で営業マンとしてやっていこうっていう意思が固まるというね。まあ逆パターンもあるわけですね。まあこんな感じで自我というものは作られていると。ね。まあ今言ったような構成で自我というものがだん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 固められていくということなんですね。だこれがまず構成なんですね。で、まあこの構成を踏まえた上で自分というものが、じゃあどういう意思を持っていて、どういうイメージを持っていて、どういう気であって、どういう属性があるのかというのも、今一度こう振り返って、今一度ここで確認していく、確認していくとね、だんだん自分というものがどんな人間なのか分かってきますから、これ結構大事かなということで、まあ今回のレッスンとしてはですね、まず自分のね、思考ね、今考えてることね、いろんなことを考えてると思うんですよ。考えたらそれをまず言葉に表してみようと。考えを言葉にするってことはまずやってみましょうと。なんかぼやーっとしてると、ぼやーっとしたままね、思考してる場合あるんですけど、それをはっきりと言葉にしてみようと。あと今感じている感覚というものがありますね。感覚も自我を構成してますから、その感覚はどんな感覚かなっていう、ね、気の部分ですけども、この感覚を言葉にしてみましょうと。まあ表現してみましょうということですね。あとは自分が置かれている属性はどんな状況なのかと、自分のね、与えられている役割は何なのか、仕事は何なのか、自分の属している会社の、ね、理念というか、そのね、会社でに自分がいるという意味は何なのかなということを、いろいろとね、言葉でちゃんと説明してみる。ね、言葉で説明するって言っても、誰かに別に説明する必要はないんですけど、自分の中で整理していくっていうね、言葉に一回落とすと、はっきりしてきますから、明確になっていくんですね。で、明確にしていくってことが大事で、自我ってだからぼんやりしちゃってるもんなんですね。ぼんやりしてなんとなくあるようで、ね、あるようでないというね、状態になっていて、自分が何であるかっていうのが、実はぼやーっとしてる人が多いんですね。で、これをはっきりさせるために、あえてそういったものを言葉にしていくっていうことですね。自分が意思しているもの、ね、思考しているものは何なのか、ね、そういうものをいちいち言葉にして、これをまずしてみてほしいなと思うんですね。で、もう一つのレッスンとしては、自分っていうものがだんだんね、そうやって言葉にしていくと分かってくると思うんですけども、自分の価値観みたいなものって、そうすると浮かび上がってくると思うんですね。自分はこういう価値観だと。例えば仕事が大事だっていう価値観があると。で、自分はものすごく仕事が大を大事にしてるんだっていう自分を発見するかもしれません。レッスン1でね。そしたらですね、今度はね、仕事を大事にしない自分という真逆の価値観を、そうです、趣味豊かに生きてるとかね、今は仕事人間なんだけど、すごく家庭を大事にしてる自分、これを想定して、そういう自分であったならば、自分はどう感じるんだろうとかね、どういう感覚なんだろうかとか、どういう意思を持つんだろうかとかね、あるいは自分の今住んでいる場所を別の場所に、例えば都会に住んでるなら田舎に住むようになったとかね、寒いところに住んでるんだったら、暖かいところに住んだらどうなるんだろうかっていうね、まあちょっと環境が変わったということを仮定してみて、想像の中で構わないで仮定してみて、で、そうなったら自分はどうなるのかな、どういう行動をとるのかなとかね、どんな気持ちになるのかなということを想像してみる。で、これはですね、このレッスンは何のためにあるかというと、自分って結局今自分自身が置かれている場所だったり、属性的なものね、勤めてる会社だったりとか、自分の今の意思だったりとかね、自分が今とらわれているイメージだったりとかね、それによって規定されてるんですけども、それを変えてみると実は感覚も変わるし、見えてるものも変わったりするんですね。この体験をちょっとしてほしいんですよね。これ今言葉で言ってるとちょっとよくわからないかもしれないんですけども、人間の自我ってすごく脆いんですね。脆いがゆえに自我というのは一生懸命現状を維持しようと頑張っているわけなんですけど、でも実は脆くて、場所が変わったりとかね、価値観を真逆に置いて真逆の立場で考えると、急になんか性格が、つまり例えば
よく学生時代と、まあ、社会に出て何年かするとね、まあ、性格が変わったりするケースありますよね。なんか雰囲気変わったねとか。なぜそれが起こるかっていうと、自我の変更が起こってるからなんですね。学生の時のお気楽な、あんまりこう責任を負わないようなね、ね、最低限の責任しか負わないような立場でいた時の自分と、社会にですね、いろんな責任を背負わされる自分っていうのは自我が変わってるんですね。で、自我というのは変わっていくものなんだっていうね、変わりやすいものなんだっていうね、すなわち自我というものは絶対的じゃないんだっていうことを自覚するっていうことは、実は悟りっていう、ね、意味合いで言うと非常に重要で、悟りというのは最終的にはこの世は不変ではないと、常に変わり続けているし実体がないんだよっていうことをね、まあ最終的には理解することなんですけど、それは言葉で、あるいは論理で理解するっていうだけじゃなくて、実感を伴って、あ、そうだなと、ね、自分が絶対だと思っている自分というのは絶対ではないというね、感覚をね、ここでちょっと味わって、それを体感しておくということが結構重要になってくるんで、今までのとは全く違う自分というものにちょっとバーチャルで構わないんでなってみるっていうね、そういう体験をしていくっていうことが、まあスピリチュアル的な悟りのね、第2段階のこうレッスンになるかなと思いまして、まずは自分とは何かというものを知り、でそれをまず理解すると、その今度はそれとは全く違う自分というものを想定してみて、そうなったという仮定をした上で、自分のそのね、変わってしまった自分というものをこう味わってみるという、こういうレッスンでありますね。ちょっと難しいと感じる部分もあるかもしれませんが、まあ結構ね、こういう体験をしておくと、自我とは何かっていうものをね、体感的に分かってくると思うんで、まあちょっとやってみるといいかなと思います。ということで、今回もね、守護スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは、触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。